はい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 。もう松田の呪いとか、もうどうだってええからよ。本当に3連敗だけはマジでやめてくれ。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、明日からですか？はい、まあ、首位攻防戦というところで、まあ、広島との3連戦。めちゃくちゃ重要やけどもね。ここをね、ちょっとまあ、どういった、まあ、戦いをしてったらいいのかとかね。うん、まあ、相手の先発誰やねんとかね。そういったところを、ちょっと、見ていきたいなというふうに思っております。はい、動画始まる前に、ちょっと、広告というか、宣伝させてください。前も言ったかもしれないけど、今年中にね、5万人チャンネル登録者数いったら、マジで、ジャイアンツの選手、この YouTube チャンネルに出演してもらおうというふうに思いますんで、もう今からちょっとね、オファーをね、かけていこうかなというふうに思ってるんですけども、マジでほんまに5万人いったら、本当に絶対皆さんが、まあ皆さんにアンケートも取ろうかなと思ってるんですけど、まあ誰がこのチャンネルに出演してほしいかみたいなところも、本当にやっていく。つもりなんで、ぜひまだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、じゃあね、ちょっと今日の本題、入っていこうかなというふうに思うんですが、どうでしょう。はい、広島との3連戦ね、まあ、すごく重要ですと。で、今現状の、まあ、順位表をね、ちょっと見ていきたいんですが、まあ、巨人が今、首位にいましてね、2位に、広島、3位に阪神、4位に DeNA というふうなところでね、すごく団子状態。っていうところでね、セリーグやってますけども、巨人と広島の首位、差どれぐらいか知ってます？ 1 ゲームなんですね。1ゲームっていうことは、まあ、いっぱいすれば、もういきなりもうゲーム差なしになっちゃうわけですよね。で、まあ3連勝なんかすればですね、まあゲーム差が4開くと。うん。まあ一勝、直接対決で勝てば1ゲーム差変わるので、まあ3連勝したら4。まあ3連勝は正直ないんちゃうかなって僕は思ってますけども。はい。まあ3連勝したら4開くと。で、僕は最低ね、最低頼むから1勝2敗で行ってくれって思ってるんですね。1勝2敗で行けばゲーム差0になるんですね。で、まあ勝敗の関係で、勝率の関係で、1勝2敗で行ったら、ゲーム差ゼロではあるんですけども、勝率で広島が上回るってとこなんですけども、もう最低そこでいいかなと思ってます。もう松田でね、全然勝ててないっていうのがあるし、相性もなかなか良くないっていうところがあるんで、せめて一勝二敗でいってくれ。三連敗だけはやめてくれっていうのが本音なんですね。三連敗しちゃうとゲーム差2開いちゃうんで、うん。だから、ちょっと、三連敗だけは下げてほしいなって思ってます。で、結構その阪神と DeNA、3位と4位のところもね、直接対決っていうところがあるんで、そこも結構ね、激アツでしてね。まあ、話していくと、まあ、DeNA がすごく調子いいというところがありますんで、だいぶね、阪神をこう追撃してる形になるんで、もし、DeNA が万が一3連勝なんかしたら、すごくまたね、そこが入れ替わるっていうところがあるので、すごくこの3位と4位の争いもすごく面白いんじゃないかなと思います。逆に阪神が、DeNA に3連勝なんかすると、多分もうだいぶもうね、もう DeNA はもう脱落すると思いますし、だいぶ阪神も上がってくるわけなんで、阪神からしても、広島か巨人がどっちかが3連勝をした場合、結構こう、離されてしまうんで、どっちでもいいから2勝1敗、1勝2敗で行ってほしいんじゃないかなって思ってると思います。はい。で、ちょっと具体的なとこ見ていきたいんですけども、まあ、10日、11日、12日、巨人はですね、菅野、グリフィン、戸郷というね、もう、ジャイアンツで一番いいピッチャーたちをね、揃えてきました。はい。イメージで言うとですね、もう本当にもう、大トロ。わかんないけども、僕まあまあ寿司食わないでわかんないですけど、大トロ、中トロ、みたいな、サーモン、みたいな、いや、サーモンはいいんかな、わかんないけども、もうほんといいところをもう出してきましたって。もうここはもう欠けてますよっていうところですね。
で、対する広島ですね、森下アドゥア床田というところで、まあ向こうはね、先発もともといいですよと、うん、まあいいピッチャーですもともとね。はい。で、今年、巨人と巨人と広島って、対戦成績どれぐらいだと思います？実は8勝8敗3引き分けなんですね。お、意外と頑張ってるじゃないかって、あれ、お前そんな広島苦手じゃないやんっていうふうに思われた方、甘いです。甘い。なぜかというと、東京ドームとマツダスタジアムは全くの別物なんですね。どういうことかっていうと、巨人はまあその東京ドームにいるときはあのまあ勝ててるんです、まだ広島にはね。うん。だけども、マツダスタジアムという、もう、異次元の球場。もうなんでこんな勝てへんのってわかんないんだけど、もう僕がいた時からなんだけど、ジャイアンツに。成績見ると、1勝4敗2引き分けっていうところで、全然勝ててませんというところなんですね。で、今回の3連戦、なんとマツダスタジアムでやるというところで、まあ、マツダの呪いじゃないけども、まあ、こんだけ勝ててなかったら、うん、ちょっと厳しいんじゃないっていうのが、まあ、普通の意見だと思います。僕も正直そう思います。はい。で、だから、まあ、1勝2敗で言ってくれって。最低1勝2敗。もう3連勝とか望まへんから、1勝2敗で言ってくれっていうところですね。はい。で、だから8勝8敗っていうのがあるんで、別にそんなに、めちゃくちゃ打ててないとか、めちゃくちゃやられてるっていうわけでもないですね。マツダでやられてるっていう感じなんですね。で、まあ、広島に強い打者。うん。まあ、打線大事なんで見ていきたいんですけど、まあ、坂本3割6分8厘、モンテス3割1分6厘、中山6割6分7厘、浅野4割1分7厘っていうところで、広島に強い選手は今この4人ぐらいなんですね。で、その中でもマツダスタジアムでよく打ってる選手っていうのが、吉川3割3分3厘、坂本3割7分、岡本3割0分8厘というところで、松田でこの3人がすごく打ってると。だから別に、まあ球場別で、言うわけではないけども、まあこの3人っていうのは、その松田の呪いじゃないけども、松田スタジアム完璧なアウェー、スタンド真っ赤っかの中でも非常に自分の力を出せる選手なんじゃないかなとも思ってます。はい。で、対する、広島ですけども、ピッチャーどうなのっていうところを見ていきたいと思うんですけど、まあ、その森下アドゥアトコダっていうところなんですが、じゃあ対する巨人打線に対してどれぐらい抑えてんのっていうところをちょっと見ていきたいと思います。はい。まず1戦目の森下に関してはですね、4試合ジャイアンツ今投げておりまして、防御率が 3.33、2勝0敗、ウィップが 1.52 というふうになってます。これだけ見ると、まあ、2勝0敗、まあ、勝ちは上げてるんだけども、意外と点取られてるなっていうところ、ウィップも高くなってるんで、まあ、そこそこ打ってるんだけども、結局負けてるっていうところなんですね。だから、まあ、しっかり抑えればいいってことなんですね。はい、はっきり言えば。簡単に言えばです。まあ、それが難しいんですけどね。はい。だから結構打ってる選手多いんですよ。浅野、中山、オコエ、坂本、門脇、岸田、岡本。この今挙げた選手は全員3割超えてるんですね。森下に対して。だから、打ててないわけじゃないんだけども、結構、打たれてるっていうところですね。うん。こっちが点、取られて、まあ負けてるっていうところですね。で、2戦目のアドゥアですけども、まあ3試合投げてまして、1.83 防御率。で、2勝0敗。で、ウィップも 1.22 という風になってます。まあ、アドゥアには結構やられてるなって印象あります。まあ、僕のイメージはもっと荒れ玉で、なんか球速くてっていうイメージだったんですけども、もうなんかあんまそんな感じではなくて、どっちかっていうとなんか球が動くみたいな、まっすぐちょっと動いて、ちょっと打たせて取るみたいな、ピッチングスタイルに、まあ変わってるなというかね、うん、昔とはちょっと違う、ちょっと前とは違うなっていう感じはしてますと。で、まあ、中山、浅野、門脇、坂本あたりはですね、アドゥアに対しても相性がすごくいいというところですね。で、トコダ、3戦目ですけども、3試合投げておりまして、防御率が 2.25、0勝0敗、ウィップが 1.50 という風になってるんで、まあまあまあ、そこそこやられてるなっていうところですね。で、長野、モンテス、坂本、大城、門脇、浅野あたりがね、非常に、トコダと相性がいいというところで、
だからこれ見てるとね、あの3戦全部見てると、3投手見てると、別にそんなめちゃくちゃやられてるかって、もう完璧に、もう全くできませんよって、全く出ませんよっていうところまでいってるかって言われたら、そうじゃないんじゃないかなと思うんで、まあその可能性としては全然あるんじゃないかなって思います。で、最後にちょっと、スタメン見ていきたいんですよ。僕の理想のスタメンというか、どういう風なオーダーで挑んでったらいいのっていうところをちょっと見ていきたいんですが、正直あんまり変わらないです。はい。はっきり言ってね。はい、ちょっと見ていきますけども、1番センター丸。はい。確定ですね。で、2番、セカンド吉川。2番には吉川選手入れましょう。めちゃくちゃ状態いいんで。うん、本当に、2割8分くらい行ってますか、今。はい。素晴らしいと思いますね。はい。で、3番に、レフトモンテス入れます。はい。まあもうここは固定でなんですけど、まあモンテスもね、まあ松田の呪いって何みたいな、来たばっかりなんで、なんでここで勝てないのみたいな感じでね、陽気にやってくれるかなと思います。で、4番には、ファースト岡本選手入れます。はい。まあ、岡本選手ね、もうほんと状態悪いんですけど、もうね、でもこのさっきの成績なんか見てると、別にそんな松田で打ってないとかっていうところでもないし、ピッチャーに対しても相性がめちゃくちゃ悪いかっていうわけでもないので、うん、非常に、もう期待したいなと思います。もうここなんでね、岡本が打てるか打てないかみたいなところはあるんでね、はい。で、5番にキャッチャー大城さん入れます。はい。ちょっと石谷選手もね、よく頑張ってたんですけども、やはりね、大城さんのね、打撃が外せないというところで、キャッチャーには大城さんに入れます。で、6番には、サード坂本選手入れます。確かに状態悪いです。うん、ちょっと気負ってる感じというか、あまりこう、ね、坂本外せとかいうコメントもありますけども、僕は、この今の成績も見てそうですし、見てもそうですし、やっぱかけたい。もうここまで、最後、ベテランの力かけたい。僕は正直。うん。っていうところでもう6番に入れてます。で、7番に、ショート、中山選手いきます。僕やったらね。今の感じやったら。はい。代打でのあのヒットありました。次の日のスタメン、2安打かなっていうのもありました。今乗ってますと。で、松田でさっきも言いましたけど、松田でも打ってるというところ。で、確かに、今年ね、松田での試合見てると、まあ、ショートのところでめっちゃバウンドが跳ねたりとか、うん、なんか結構あったやんか。だから、ちょっとショートで使うのどうかなって思ったんですけど、まあ、門脇選手がね、今年9月、今月、9月入ってからの打率が、1割多分、1割ちょっととか、それぐらいな、1割5分ぐらいだったんで、ちょっと、これじゃきついなっていうところあるんで、だったらこんだけ今の、ナビに乗ってる中山出したろかっていうところで、7番に置いてます。で、8番に、僕、ライト、オコエ選手、いんちゃうかなと思ってて、オコエ選手も、まあ非常にね、森下投手とも相性いいて、6打数3安打というところもありますし、ちょっとね、1戦目、オコエでちょっと先発行ってみたらどうかなっていう。浅野選手も非常に、まあ、先ほど見たら相性はいいんだけども、松田でも打ってるしいいんだけど、でも今ここ最近のね、打撃内容を見てると、ちょっとね、頭こんがらがってるなというか、ちょっとこう壁にぶつかり始めてるなっていうところはあるんで、まあ確かに経験させてっていうところも、僕もね、そういう風にしたいとは思うんだけども、でもやっぱこの3連戦はマジで大事なんで、ちょっとオコエ選手に力借りたいなと思います。で、9番はまあ、ピッチャー菅野というところで、このオーダーどうでしょう？はい、僕的には、今現状ね、選手の個々の調子であったりとか、まあそういったことを考えると、僕はこれがベストなんちゃうかなって。うん。オコエを7番にして、8番にショート門脇っていうのも考えたんですけど、もうあまりにも門脇選手状態ちょっと今月悪いんで、うん。だったら中山今乗りに乗ってるんで、使ってみようっていうところでこういう打順を組んでみましたけども、皆さんね、いろいろ意見あると思います。坂本使うなよとか、もういらんやろ坂本とかな、結構ね、僕のところのコメントにね、来たりするんですけど、僕は正直、松田でね、売ってるんで、坂本さん売ってるし、投手とも相性悪くないんで、かけたいなって。思いました。はい。で、こういう打順に組みましたんで、まあ、ぜひね、意見ある方は、いろいろ教えてほしいと思いますし、まあ、ここね、まあ、僕の予想というかね、まあ、1勝2敗でいってくれっていう、最低1勝2敗。まあ、それはね、2勝1敗とかでいけたらもう最強ですけど、最高ですけども、まあ、よく言わないから、よく出さないから、もう1勝2敗でいってくれたらいいというふうに思ってるんで、まあ、なかなかね、松田っていうところ勝ててないと、もうずっと昔から勝ててないというところがあるんで、
まあ、急にいきなりこの3連戦で3連勝なんてことはなかなか難しいのかなって、相手もね、もう本当に必死に来るんで、チーム一丸となってくるんで、難しいのかなというふうに思うので、まあ最低1勝2敗でね乗り切ってくれたら僕の中ではまあいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。最後にですけども、もう一回ね、チャンネル登録よろしくお願いします。本当に5万人いった暁にはですね、絶対ジャイアンツの選手、それこそね、松田でめっちゃ負けてるけどどうなんとかいうね、質問もね、その選手にぶつけたいなというふうに思ってますんで、ぜひね、まだチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。